吉野家で、朝牛セット、牛丼並み、おしんこ、ご飯軽めで注文、税込み521円。注文の内訳は、小盛りが並盛り、生卵がおしんこに変更。牛ポの対象が、500円以上の会計が必要という要素もあります。牛丼は並盛りでも、ご飯軽めにした理由が肉量は並の分量になるからです。小盛りに比べて並だと肉量のタンパク質が 4g 程度増える。今回おしんこの量が結構あった。カットは大きめなものから、細々としたものまで。味噌汁は特に言うことはない。わかめ微量のスカスカな具材。今回、ご飯も食べきれなかったが、おしんこも腹に入れきれない程度に胃腸の調子がいまいちだった。朝からこの量はきついのか深夜に赤いきつね食べたのがたたった。睡眠も浅かったからかな。